ほーん、今日はのほーん、ちょっと防音の工事をやっていくぞ。ほーん、あれだな、ほーん、実家で、ま、動画とか配信をやっているわけだが、ま、家族はな、割と理解があるから、まあな、特にこう、うるさいとかそういうことはま、言われていないんだが、ま、さすがにちょっとなんか、ある程度音は聞こえる的な感じでちょっとな、ほのめかされているから、ほーん、まあな、こう、あんまり気兼ねなくできるように、こうな、実家にいるわけだから、その辺を気を使いつつ、まあ、かつな、こう、思いっきりできるように、やはりちょっと防音の対策をしなくてはいけないということで、ほーん、いろいろ用意したからな、ほーん、ちょっと今日はこいつを使って防音の工事をやっていくぞ。えはっえはっはっはっ、ほーん、シャオシートを貼っていくぜ。シャオシートをサウザンドナイフ、そして両面テープをセットするぜ。両面テープの結界、これでお前のモンスターの攻撃は封じられたぜ。そしてサッダーンを貼っていくぜ。そして次は遮音カーテンを場に出すぜ。そのためにはまずカーテンレールをフィールドにセットするぜ。これにより、はぁ、遮音カーテンを特殊召喚、さらにもう一体のカーテンレールを場に出し、二体目の遮音カーテンを特殊召喚、これで二重に音を防ぐぜ。さらに念には念を入れるぜ。隙間テープを召喚、ドアの隙間を塞ぎ音が漏れるのを防ぐぜ。そしてこいつは防音マット、はぁ、なかなか強力だぜ。なんと厚さが20ミリもあるぜ。こいつで完全に音をシャットアウトだ。そして防音マット4体でオーバーレイヘクシーズ召喚、グルーガンで、はぁ、シャオンシートに防音マットを接着するぜ。1枚目ドロー、2枚目ドロー、3枚目ドロー、4枚目ドロー、これでとどめだ。吸音マットをフィールドに特殊召喚、こいつを防音マットの上に接着するぜ。はぁ、これで音は完全にシャットアウトされるぜ。これがシャオンシート、防音マット、吸音材の3連コンボ、ディメンションノイズピラミッド。さらに余ったシートを周りに貼り付けていくぜ。さらにもう1セット吸音材を貼りつつシャオンカーテンを貼っていくぜ。そして吸音材は無限に増え続けるぜ。お前の声はもう届かないぜ。さあ検証していくぜ。まずは、はあ、防音工事をする前だ。そしてこれが防音工事後の姿だ。ほーん、というわけでな、ほーん、なかなか効果があることが、ほーん、わかったぞ。ほーん、まあ、家族にもちょっとな、ほーん、この棒の感じをちょっと聞いてもらったんだが、まあ、なかなか実際効果があるということで、こう動画に映ってる以上に結構効果があるというのは、こう家族からもそういうな言葉があったから結構いい感じだと思うぞ。ほーん、というわけで今後はな、まあ、もちろん時間帯とかそういうのは、まあ、もちろん気にしていくわけだが、ちゃんと時間帯さえ気をつければな、ほーん、気兼ねなくできるという、ほーん、頑張っていくぞ。今回の工事費だぜ。はぁ、それなりに値段はしたが、十分な効果は得られたぜ。はぁ、これで心置きなく、今後も動画を撮ることができるぜ。はぁ、俺はこれでターゲット。